衝撃、財布に入れると貧乏神が取り付くもの。5選、貧乏神が取り付くとあなたのお財布からどんどんお金が減っていきます。次の5つのうち2つ以上当てはまる方は注意してみてください。1、大量のポイントカード。2、5つ以上の会員証。会員証は普段よく行くところだけ財布に入れるようにしてください。3、多くのレシート、領収書。これはついついやってしまいがちなんですけど、領収書やレシートは財布とは別のものに入れるようにしてください。風水の観点から見ても金運が下がっていきます。4、お札の向きがバラバラ。そして最後の5、ずっとカバンに入れたまま。家から帰ったら必ずカバンから財布を出して、そして財布を休ませる場所を作ってみてください。それだけで元々持っていたその財布の金運を取り戻すことができます。